太郎江門、橋太郎江門橋とは、埼玉県の桶川市川忠だと川島町、東野の間にかかり、荒川を渡る、埼玉県道12号川越栗橋線の道路橋である。荒川に、数多くかかる橋の中で、茂忠橋と並び、数少ない人命を冠した橋である。太郎江門橋と表記する場合もある。川口から 53.6km の地点にかかる、 橋町700.5メートル、総福院8.7メートル、有効福院8.0メートル、最大島町80メートルの高単純合成箱桁橋の一等橋である。路面は約1.5から2%の横断勾配が付けられている。また、橋軸と橋脚に対しても80度の車格が付けられている。埼玉県の第一次緊急輸送道路に指定されている。 橋の管理者は埼玉県である。橋の右岸側は荒川沿いの低地となっていて高い堤防が設けられているが、左岸側は大宮大地の縁になっており連続した堤防が設けられていない。また、右岸側は荒川横包である八穂第一横包に接続され、道路がその天場を通っている。橋の前後のアプローチ区間である取付道路は両岸側とも築堤で、 整備されている。車道の両側に、福音の狭い歩道があるほか、福音の広い歩道が欄干を隔てた上流側に密接して設置されている。また、桶川駅と川越駅を結ぶ東部バスの川越04、系統路線の走行経路である。桶川市寄りの停留所は、柏原が最寄り。2004年に、 埼玉県深谷市に所在する六席の管理用道路であるしげただ橋が架かるまでは唯一の人命がついた橋であった。荒川で行われた武蔵水泳講習会。奥に当時の太郎へ門橋が見える。この場所には橋ができる前には施設の渡し場があり、その運営者の名前が後の木製の橋の名前となった。この私については、 人、私、馬、私、それぞれ一層で、都線二層を有する中山道の桶川軸と川越を結ぶ川越道に属する交通路で、都線量は1889年当時は、徒歩は一人で三輪、二馬は一匹で八輪であった。また、都線上には、江戸時代の末から大正時代にかけて、太郎衛門家氏が併設されていた。1764年に発生した。 中仙道天満騒動の際には三宝屋村にて結集した一騎勢映画、桶川塾へ向かう際にこの都線上付近で荒川を渡った。最初にこの場所に橋が架けられた年代は定かではないが、明治末期にはすでに架けられていたもので、大水によって橋がたびたび流出する被害にあったと言われている。橋は木造板橋で通行量を徴収する鎮仙橋であった。 なお、私は、この板橋が架けられた後も使用は継続され、1940年頃に、関水橋が架けられた後に廃止された。関水橋の太郎へ門橋1940年に、関水橋仮設の陳情書が、県に提出され、木造板橋の関水橋が架けられた。橋長64.3メートル、福音3メートルで上流側に丸太を斜めに、 傾けた木組みの流木よけが設置されていた。道幅が狭く交互通行であり、重量制限が設けられていた。河川区域内の高水時期にかけられた冠水橋なため、洪水のたびに通行止めになり、1965年9月17日の台風24号による洪水で流出した。県は2541万4000円の工事費を、 かけて1966年3月25日開通予定で復旧工事が進められた。橋は通行止めになりその間、仮設の橋が架けられた。1966年に旧大足橋や旧ぬ家電橋とよく似た外見を持つ交換パイル製の橋脚を持つ木製下駄の冠水橋に架け直された。橋脚は太い高換パイルを3本立てて上化流側に 交換性の謝罪を廃した23.5メートルの揺れ屋根が設けられている。欄間は増水時に備えて取り外しが可能で鉄パイプを立ててロープを張った簡易なものである。橋長63メートル、福音4.5メートル、交互通行と重量制限は引き続き設定されていた。この橋は 永久橋が完成する直前の1971年8月30日の15時20分に台風23号の洪水で流出した。自動車やトラックなどは海兵橋やおなり橋に迂回し、路線バスは荒川を境に折り返し運転する措置を取った。冠水橋は現在の橋に付け替えられた際に役目を終えて廃止となり撤去された。冠水橋の遺構は残されていないが、 痕跡として水位が低い時に川の中に橋脚の跡を認めることができる。また、その取り付け道路は現在の橋のすぐ上流側に並行する農道として現存している。関水橋は出水時に交通が途絶える等の支障があったことから、桶川市長が会長となり、関係五市二町一村による太郎絵門橋仮設促進規制同盟が結成され、1940年により、 県に請願を行ったところ、国の第6次道路整備計画及び県の総合復興計画の一環として具体化されることとなり、県主導のもと1966年11月19日に着工した。橋の施向は東日本鉄鋼株式会社が担当し、仮設工法はステージング工法が用いられた。永久橋の建設当時、太郎江門橋以北で、 永久橋の橋は、熊谷市に架かる荒川大橋と甲野市に架かる、同り橋の2本だけで、それ以外はすべて乾水橋であった。1966年度に橋や取り付け道路の用地買収に着手し、1967年度には、下部港の工事に着手した。1970年7月には12基ある橋脚が、完成し、ほどなくして、上部港の工事に着手され、 1971年5月に上部港で橋桁の骨組みである構成の箱桁の設置と合わせて取付道路の工事が完了した。そして今までの橋の川下の位置に現在の永久橋が1971年10月に完工し同年11月20日に開通した。開通式では国、県、地元自治体の関係者230名による渡り染めや 埼玉県副知事と桶川市長、川島村長の3人によるテープカットが取り行われた。総工費は6億8269万5千円であった。また、川島町側の取り付け道路は右岸堤防に沿ってクランク状に急カーブしていたが、永久強化の際、南側に福音7.2メートルの緩やかな S 字カーブの道路に付け替えられ、交通の流れがスムーズになった。 付け替え前の道路は現在でも存続している。永久橋は当初歩道は上流側と下流側に設置されていたが、福音0.75メートルと境愛で、車道との間に段差があり、交通量の増大に伴い通行者が危険にさらされるようになったため、すぐ上流側に橋長約700メートル、福音2.5メートルの歩道専用の橋が3。 軽官校を連続箱下駄橋として密接するように、架橋され、1997年3月27日、開通した。架橋の際には、歩道専用の橋脚を別に建てたのではなく、既存の橋脚を上流側に腹付け拡幅して設置された。なお、車道橋の歩道は、現在も両側とも残されている。稼働の中に残る旧太郎江門の橋の痕跡。奥の橋は、 県王道の荒川と河境、1979年と1985年に実施された魚類捕獲調査では、ゲンゴロブナとオイカワが多く取れた。また、橋のある場所は、国土交通省が水測定を行う地点の一つに加えられている。荒川の河川敷は、稼働跡が残る右岸に広く取られている。その広い河川敷を活用した本台アポートや、 桶川スポーツランドがあり、橋の上から滑走路やコースを見ることができる。桶川の下流方面及び川島側の上流方面は農地となっている。自然再生推進法に基づき、荒川太郎衛門地区自然再生事業が進められている。佐賀川にある桶川市総合運動場では不定期に桶川市民花火大会が開催されている。荒井橋荒川とか京、 太郎へ門京、ひずめ橋、西の橋から、ありがとうございます。